タートしました。ほぼ揃いました。先行争いはユーミロクが好スタートを切りました。内を回りまして小栗キャップ出を伺います。その外ぴったりとランド飛竜並んでいますが、その外をついてプレーガイドバード、3頭1段の状態から小栗キャップ控えた3番手のインコース4番手になりました。代わって外をついてプレジデントシティが3番手の位置に上がりました。場内歓声が上がります。小栗キャップはインコースの4番手、その外をついてパワーウィーナーが加わりました。この集団後方からはユーミロク、内を回ったコスモドリーム、そして最内からは谷の彗星、先頭からおしまいまでは7馬身ぐらいの圏内で各馬 1,2 コーナー中間地点へとかかります。コーナーワークで今度はランド飛竜が先手を取りました。ランド飛竜前に行った、リードを1馬身半で第2コーナーカーブから向こう上面の直線コースへ。2番手の位置パワーウィーナーが外をついて上がってまいりまして、向こう上面の直線コースに入ります。1200を通過、1馬身開いて3番手の位置プレーガイドバード、4番手半馬審査プレジデントシティは外の4番手、5番手に2馬身開いてオグリキャップインコースに控えています。オグリキャップそして遅れて1馬審査、外をついて谷の彗星が差を詰めてまいりました。後方からは1馬審査ユーミロク、内を回るコスモドリーム、2頭並ぶような体勢の後方2頭です。向こう上面の中間地点を通過、第3コーナーカーブへ向かいますが800を切りました。ランドヒリューのペース、リードを1馬身半ぐらい、2番手にはパワーウィーナー変わりません。3番手の推移ですが、3番手の集団3頭固まった、外をついてオグリキャップが動いた。オグリキャップが3番手の位置に単独上がってきて600の標識を通過。オグリキャップ先頭までは2馬身半というところ、先頭はランドヒリューリードを1馬身で逃げる2番手パワーウィーナーですが、楽な感じでオグリキャップが上がってきた。オグリキャップ2番手の位置に進出で400の標識を通過。3番手の推移はパワーウィーナー谷の彗星上がってくる。第4コーナーカーブから直線を向いた、先頭はランドヒリュー1馬身半のリードがある。外からオグリキャップ、外からオグリキャップが懸命に叩いている。しかし同じような足、あとは2馬身から3馬身開いてくる。200を切った、ランドヒリューが打ち、ランドヒリューが打ち、オグリキャップ叩いた、オグリキャップが半馬身まで詰めた。ゴール前でオグリキャップすごい足かわした。オグリキャップ、オグリキャップ重賞5連勝、重賞5連勝でゴール。オグリキャップ強い。2着にはランドヒリューです。